上がっておりましたけれども、はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、題名にもある通り、まあ、先日ね、僕ツイッターの方で、まあ、怪しい雰囲気を出すならハーモニックマイナーというような話を、ツイッターの方で出したんですけれども、今日はそのハーモニックマイナースケールについてちょっとお話をしていければと思います。今日の動画を最後までぜひご覧いただければ嬉しいです。はい、ということで、じゃあハーモニックマイナースケール、というスケールなんですけれども、まあ、形はですね、今ちょっとこの動画にパッと出しておこうと思うんですけれども、まあ、こんなスケールです。はい、こんなスケールになっております。まあ、このスケールはですね、まあ、俗に言う、まあ、イングベイ・マルムスティーン、まあ、僕の大好きなイングベイ・マルムスティーンがですね、よく多用する、スケールということで、クラシックみたいな雰囲気を出したりとか、クラシカルな雰囲気を出したりする時に、よく使われるスケールになっております。まあ、皆さん聞いた感じどうでしょうか。まあ、ぜひね、あのタブ譜も載せておくので、ぜひ一緒にギターで弾いてみてほしいんですけれども、今ちょうど僕が弾いてるのが、G のハーモニックマイナースケール。この最後のがすごいなんかクラシックみたいな響きを出していると思うんですけれども、これがですね、非常によく使える、スケールになっていて、まあ、細かい話はね、割愛しますけれども、まあ、前回ツイッターで上げた、スモークオンザウォーターの一番最後の、ソロ、ちょっと聞いてみてもらいたいんですけれども、ハーモニックマイナーめっちゃ使ってます。まあ、どんな時に使えるかというと、まあ、G マイナーがバックになってる時に使っていいんじゃないかなと思います。まあ、理論的な話で言うと、マイナーの 2-5、のところで、そのセブンスコードのところで、ハーモニックマイナーというものが、理論的には使えるんですけれども、まあ、マイナーセブンスとか、マイナー系のオケがバックで流れていれば、ハーモニックマイナースケール使ってみてもいいと思います。まあ、僕の、音楽理論の考え方から言うと、結構ざっくり考えることが多いので、まあ、なんかちょっと怪しい雰囲気出してみたいなと思ったら、やってみるといいと思います。まあ、ペンタトニックと併用してね、みたいな。ちょっとペンタトニックプラスアルファで織り交ぜて弾いてみるとかっこいいかもしれません。あとは5弦ルートの、これもね、覚えておくと非常に便利だと思います。このボックスの形で、バックにマイナーコードが鳴ってたら、ぜひ使ってみてもいいんじゃないかなと思います。 G マイナーだったら、
まあ、すげえざっくりした音楽理論の講座ですけれども、まあ、もっとこれをね理論的に詳しく学びたいとか、もっとじゃあ理論的に当てはめるとどうやって弾けるのかっていうところに関してはぜひ、レッスンで、お話できればと、思いますので、ぜひ興味のある方は、僕新潟市で、レッスンしておりますので、概要欄の方からメールアドレス、コピーしていただいて、メールをいただければと思います。ハーモニックマイナーね、まあ、今ちょっとクリーンというかクランチっぽいので弾いてますけれど、弾いてますけど、リードっぽくしたらこういう感じに弾けたりするので、ぜひ使ってみてほしいスケールです。クラシカルな雰囲気が出ると思います。なので、ぜひ、スケール、覚えてみてください。 G のハーモニックマイナースケール、まあ、これルート変えればここから始めれば A のハーモニックマイナースケールになります。ぜひお試しいただければと思います。今回は、ハーモニックマイナースケールの、レッスン動画でした。今回の動画が少しでもいいなと思ったらぜひ高評価ボタンと、あとはチャンネル登録もぜひ、いただけると、嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。